こんにちは。京都新聞11月29日朝刊の情報をお伝えします。オミクロン株で欧州で拡大。規制最強化、日本も警戒最高というタイトルです。ロンドン共同通信の情報によると、南アフリカなどで確認された新型コロナウイルスの新変異株、オミクロン株の感染が11月28日までに欧州で拡大しました。 イギリス、ドイツ、イタリアなどに加え、オランダでは13人が新たに確認されています。イギリスはイングランドで7月にほぼ撤廃した行動規制を一部復活させています。欧州では規制最強化が加速しそうです。オーストラリアでも28日初確認されています。日本の国立感染症研究所は、同株を懸念すべき変異株に指定し、 警戒度を最も高いいレベルに引き上げています日本政府は指定施設での10日間待機などの水際対策強化の対象を28日からアフリカ9カ国に増やしています。世界保健機構 WHO が最も警戒レベルが高い懸念される変異株に指定したオミクロン株は すでに世界各国に広まっている恐れもある。日本を含めワクチン接種が進んだ国は規制緩和で経済立て直しを模索しているが戦略転換を迫られる可能性が出てきた。アメリカは27日にアフリカ南部8カ国への渡航中止勧告を出し、イスラエルは全外国人の入国を禁止すると発表しています。 ジョンソンイギリシュ相総27日の記者会見では、オミクロン株は大変早いスピードで拡大しています。ワクチンを2回接種した人の間でも広がる可能性があります。として、3回目の追加接種を迅速に行うよう呼びかけています。オミクロン株は、ドイツは南部バイエルン州で、イタリアは北部ミラノ、オーストラリアはシドニーで確認されています。 いずれもアフリカ南部からの渡航者と言われています。欧州では26日に初めてベルギーで明らかになり、チェコでオミクロン株とみられる症例を確認しています。オランダでは26日に南アフリカから到着した航空便の乗客61人が新型コロナ検査で陽性となり、うち13人のオミクロン株の感染が確認されています。デンマークも28日、 感染の疑いがあった2人の感染を確認したと発表しています今日はこれで終わります最後までご視聴ありがとうございました松宮局京都女性漢方松宮局漢方薬剤師心理カウンセラー梅垣真由美がお届けしましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします